皆さんこんにちは。神棚の里の斉藤蘭です。今回は神棚と神宮を丁寧にお祭りするお祭りマットをご紹介いたします。このお祭りマットは神棚をお祭りする際に神宮の置き方や置く場所がわからない、また神棚の下に敷くものが欲しいというお客様からのお声からできた商品です。目印になるイラストに沿ってわかりやすく丁寧にお祭りする、これがお祭りマットのコンセプトとなっております。お祭りマットは静岡県浜松市にある遠州めんつむぎぬくもり工房さんに製造をお願いしています。神棚の里と同じ静岡県の企業様です。遠州地方は温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、綿作りに適し、江戸時代より三河、泉州と並び綿の三大産地として栄えました。美しい島と耐久性に優れ、日常着として人々の暮らしを支えてきた遠州めんつむぎを、神様をお祭りする神棚お札立て用の生地として仕立てています。明け、紺、江戸紫、白ネズミ、天の川、万寿しゃげ、利休の七色展開となっております。それぞれの特徴をご説明いたします。明け、紺、江戸紫、白ネズミ、遠州めんつむぎ、無地の定番色。熱布糸を使うことで凹凸感のある生地の表情になります。横糸にそれぞれの色を用いて深みのある色に仕上がりました。天の川、万寿しゃげ、利休、遠州めんつむぎの七色つむぎというシリーズの定番色。七色つむぎは縦に6色、横に1色と計7色の糸を織り込んだ凹凸感のある表情豊かな生地です。天の川は夜空の天の川を連想させる綺麗な柄雪です。万寿しゃげは深く色気のある朱色の生地です。利休は縦糸の6色が緑色に深みを出してくれています。お祭りマットは神棚の里の店舗や神棚の里オンラインショップでご購入いただけます。概要欄でもご紹介しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。以上、お祭りマットについてでした。神棚の里ではご紹介したもの以外にも様々な神棚・神具を取り扱っています。店頭でご覧いただくこともインターネットでご覧いただくこともできます。またお店にご来店いただければ、スタッフが丁寧にご案内させていただきますので、神棚の里にぜひお越しください。こちらのチャンネルでは神社や神棚についての様々をご紹介しています。チャンネル登録・高評価をいただけるととっても励みになりますので、よろしくお願いいたします。 LINE、Instagram、Twitter でも活動しています。概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。斉藤蘭でした。